池田さんってめちゃまともなこと言ってるんだけどめちゃ嫌われてんのっていうふうに堀さんが YouTube で。<laughs> めっちゃ戦ってますよねなんか。<laughs> もうマスコミにもうみんな出入り禁止になっちゃうのねこの電波の話をするとねあれ何なんですかねやっぱ電波ってすごいっすねいや電波はね堀江さんはもうそんな言っちゃダメなんですねあれねみんな隠してることなんですよね一番隠したいことなんですよなぜかね電波利権っていうのははいぱああ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 あなああああああれだな NHK 党のあさんとはまた違あ そうそう <laughs> あのねいやそれ誤解されるけど <laughs> 僕なんか問題を起こしたわけじゃないの <laughs> <laughs> あのね僕は本当に円満退社しましたからね辞、うん、めた直後はね、うん、地デジが始まる前だったから、うんうん、NHK の会長室に呼ばれてね、うん、あの地デジはねやるべきでしょうかとかね、うん、そういう話をね僕当時の、ね、NHK の経営陣にねその話し,したことあるんですよ。うん ね、あのやめたのは93年ですからねインターネットがまさにこうものすごい伸びてるで,、はいうん、でこれからそんな地デジとかそういうのをやんないでこれはインターネットでやるべきだと、はい、僕は言ってほ、うん、いでね NHK の技,研技術研究所なんかにね、うん、あの招かれたりしてね技術屋さんはデジタル放送よりもインターネットの方に未来があるってみんな思ってたわけ。うんうん みんなこれはねうまくいかないだろうと思いながら、うん、役所が決めたから、まあ、しょうがないっていうことで、うんうん、だって NHK はまあね役所みたいなもんだからしょうがないけど民放なんかどうやったって儲からないことは分かってたわけよ、うん、だってアナログだってデジタルだって広告の単価って一緒なんだから、うん、<laughs> それを設備投資の分だけ丸添いになるわけでね、うんうん、で当時の民放連の氏家さんとかなんかはもう最初反対してたわけ。はい それはと。反対してましたね,ね。最初ずっと反対してたのよ何。僕ちょっと疑問だったんですけど、うん、そのアナログ時代って。V. H. F. と U. H. F. 二つ使ってたじゃないですか。で。都会は V. H. F. で、田舎は U. H. F. だった気がするんですけど。うん、どういう住み分けだったんですか。もともとは V. H. F. だったんです、うん。一番最初は、だってついこの間まで10年ぐらいまで、まだアナログはほら一チャンネルから12チャンネルの V. H. F. だったでしょ。うん、あそこで別に何の問題もなかったんだけど。うんうん それを UHF に引っ越そうということを役所がずっと言ってで新しいどういうロジックだったんですかこれがまたこの話複雑なんだけど、うん、UHF 帯ってものすごく空いてたわけですよでその UHF を別の無線に使って、うん、UHF に全部あのテレビ局が引っ越せば、うん、UHF が有効できて,て UHF も有効利用できる UHF って何に使おうと思ってたんですか それが謎なんだよね。いまだにつ空いてるんだよ。<う>だから周波数が上がれば上がるほどその情報の密度は上がるわけですよ。うん、もうだから今ねギガヘルツ帯とかを使ってるわけじゃないですか。なんだけど結局こんな高度情報化で画質とかもめちゃくちゃ良くなってる時代に、うん、VHF 何に使うの？あのね VHF はいいとこもあって飛ぶんですよね。うん、あの距離が,が飛ぶんです。ですよ、ね、だから放送に向いてる。 だからテレビに一番向いてるわけよ、よね、なのにね、あそこからわざと立ち退かせて、u f ュー f 隊にこう引っ越そうだって。VHF 隊でデジタル放送でやよかったんじゃないですかそう。 僕もそれ提案したわけ。<laughs> 当時僕ね経済産業研究所っていうねう国の研究所にいて、うん、VHF 体はテレビに一番向いてるからうん、うん、でここで4チャンネルと6チャンネルの間に5チャンネルが空いてるでしょ空、はい、いてるとこにデジタルの曲を作ればね全部できるわけ。うんそう 基本的に隣のチャンネルは使わない,っていうそれはアナログの場合はそういうガードバンドっていうのがね必要だったんだけどデジタルはそれ全然起こらないからその空いてるところにデジタルを入れればねもう全然問題なくその昔のテレビのままでアンテナも全部そのままでデジタル化できるんですよ。これはあの最初に遡るとアメリカでね1980年代に UHF 隊にね携帯電話が入ろうとしてきたわけ。ね ところがテレビ局としてはそこはもともと一応テレビ局に割り当てることになってたから携帯電話が入ってきたらね俺たちの島がなくなるとだから無理やりねそこにこう引っ越すんだっていう風にねもう迷惑千万ですよね携帯電話の導入ってその騒ぎで10年以上遅れたわけですへえそうなんですねそうだから電波ってすげえ闇なんですよ